それではですね、またウロ戦争のなんで、こんだけ長いこと続いて、終われへんのかということで、ね、前回から記者クラブ、日本記者クラブで講演した先生、ちょうど1年前ぐらい、ウロ戦争が始まってから講演して、それのね、ちょっと答え合わせを今しているんですけど、まあ、広瀬先生、それから、この時は松里先生、そして角先生、この先生3人の中で、ね、どの先生が一番真実語ってるかっていうと、この松里先生ね、この先生が、2014年の、マイダン革命から、この2022年に始まったウロ戦争までの、ね、このクリミアとクリミア併合、それからドネツク、ルハンスクの共和国の成り立ち、ね、そういうものをね、きちっと歴史を踏んで話してもらってるんで、ぜひね、また興味あれば見てください。クリミアとドネツク、ルハンスクは共和国の成り立ちがもう全然違って、クリミアは、そのままクリミア共和国で、ドネツク、ルハンスクは人民共和国、ね、つまりオリガルヒが逃げて、そして人民が、ね、そこで、自主的に共和国を作ったけど、それがウクライナによって攻められて、ね、どん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 と、ね、人民の虐殺というか、砲撃が始まったんで、どうしてもね、救わんとあかんっていうような感じになったんじゃないかと、プーチンがなったんじゃないかっていう風な歴史を話してくれてます。そして今日はね、また、記者クラブ、ちょうど1年前の講演でね、小泉悠先生の講演があったんで、まあそれを聞いてみましたけども、まあ、小泉先生、自体はね、基本的には、まあ、ロシアの成り立ちというかね、こういうロシアが、ね、なぜウロ戦争に踏み切ったのかっていうのは、話してるんは話してるんですけども、どうしてもね、ルソフォビアっていうか、ルソフォビアね、ロシアの恐怖症がちょっとね、強くなって悪化してるという形で、この時の話よりもまだね、この時ってまだね、軍事専門家ということの方でね、軍事オタクに毛が生えたような感じやったんで、軍事名をね、中心に話してたということでしたけども、それからまあ今はね、テレビとかメディアに出てきて、あらゆるね、ことをロシアとウクライナのことについてコメントしてるけど、このルソフォビアがね、結構悪化して、そして現実がちょっと見えてないような感じですよね。もう軍事専門家やとしたらね、そろそろね、ウクライナはもうほとんどね、ウクライナ軍っていうのが崩壊し仕掛けててね、もう基本的にはクリミア奪還なんかもちろん狙えやんしね、マリトボリなんかもね、奪還狙えやんぐらい、もう春のね、反転攻勢なんかもないぐらいに、戦力は落ちてるんやけども、それを全然分析しないというか言わないですよね。まあほんまにウクライナの大本命の広報官だって、ウクライナが勝った勝ったってっていうようなね、今発言してるけど、まあこの時の発言と比べてみてください。ね、で、次にね、この小谷先生がね、これ第4回、これが3月の14日ですか、ちょうど前、1年前、ウロ先生が始まってちょうど1ヶ月ぐらい経った時。ね、で、この先生も この時ね、やっぱり話としては、小谷先生ってこの先生です。政権内で、よく出てくる、ね、顔やと思いますけども、まあ、この時にはね、やっぱ安全保障の面から
中ロがね、接近したらね、地政学固有専門家の先生ですから、中ロが接近するのが一番危ないやと、ね、だからやっぱり中ロを接近させないように、まあ日米、あるいは日米なんかはまあアジアですからね、どう考えたか。だから安倍首相なんかもね、中国とロシアをできるだけ接近させないようにその三角外交をしてたと、いうことなんやけども、今はもう完全にね、ロシアをね、アメリカが西側と重なってっていうかね、共同して、攻めようとして、それにね、日本も巻き込んで、日本は地政学的にはそんなところに巻き込まれることはないんやけど、ウクライナ戦争なんて、その国なんやから、とか知らん国なんやからね、巻き込まれることはないんやけど、そこに巻き込まれて、一番近い、地政学で近い、中国、それからロシアとね、敵対せなあかん、そしてまた中ロがね、一緒に手を組んでしまったと。いうようになると、今度もし何か起こって中国、ロシアが攻めてきたときに、ロシアは資源国、中国は軍事大国、ね、船も持ってる軍事大国となってきたら、日本の安全保障にとってはね、この中ロの接近が一番危ないって、この時はね、まだ言ったんですよね、1年前は、この小谷先生も、ね。でも今やもうね、ウクライナ万歳というような形で、ウクライナの、もうほんまに、ね、プロパガンディストにこの人もなってますけども、そして、まあこの時の話でね、核戦争になるんじゃないかっていうような話をしてたんやけども、基本的にはね、まあ、いろいろ A プラン、B プラン、C プランっていうのを持ってて、できるだけね、そういうアメリカが、イラクの空爆をしたみたいに、人民ごとね焼き尽くしてしまおうやなしに、できるだけ平和にね、スマートに、ゼレンスキーだけを排除したかったやと思うやけどね、そのプランが、まあ、なかなかウクライナの抵抗が強かった、ね、ABC で今はそのドンバス地方のね、解放ということで、やはりまだ特別軍事作戦やということになっているけど、それのね、まあ、答え合わせが今できたということになるけど、この時の言説ね、起こってきた時のこの中ロは接近したら危険やっていう言説とも全く違う、ね、で、バイデン政権、ゼレンスキー政権の応援して世界がもうぐちゃぐちゃになってしまったね。でこの間はマクロンが言ったのは、中国にね、もうこれ訪問したりしましたよね、ホンデアライメント。で、訪問して、中国のアジアの、ね、争いに、まあヨーロッパは介入しないというような、ね、ことを言ってたんで、対外有事になって、ね、ヨーロッパが、西側が介入することはほとんどない。ね、アメリカも、遠い、ね、アメリカから助けに来るとか、アメリカが待って突っ込んでぐちゃぐちゃにするんやけども、まあ、起こりえないんやけども、もし起こった場合には、日本と台湾が前線基地だ、ね。で、そこで吸い上げられるのは人の命とお金だけ、日本と台湾の。ということになるんで、この中ロの接近、ね、一番警戒してたという分析までは追ってきたんやけど、そのね、ここまで正しい分析をしてたんやと思うけど、その後のこのウロ戦争からテレビに出始めて、何かね、国民の方向性を変更方法に持っていってるような感じがして、この先生、まあね、聞いていただいたらええけども、少しちょっと最近は問題が出てきたんじゃないかなと、思います。で次にね、今度はこの小山健先生ですかね、これはエネルギーね、この先生エネルギーの専門家、第一人者と言われることで、そのエネルギー面からね、このウロ戦争をね、語ってみようということで、この、ね、日本記者クラブで。九州に対しては増産に動ける、そういう、なんていうんですかね、こう条件が整うんじゃないか。トランプ時代は、ね、サウジアラビアと見つけて、こうした中で、
歴史的な話をしてくれてるんやけども、確かにね、それで腑に落ちると、やっぱりね、歴史を知ってる先生、歴史を語れる先生っていうのは、結構ね、今の現状もよく認識できると思うんですよね。まあ、この先生で一番面白かったっていうかね、ダメな話っていうのは、オイルショックがあって、その時は中東とイスラエルが対立してて、ね、どちらにつくかということで、まあ、中東につかない場合はエネルギーを送りませんよというようなことで、オイルショックがね、世界のオイルショックが、ね、エネルギーの産油国っていうのはエネルギーを、ね、絞るだけで世界の物価を調節できるというようなことが世界に起こった。で、そのね、まあ、40年後に起こったのが今回のウクライナ戦争。で、ウクライナ戦争もロシアっていうのはエネルギー大国なんですよね。世界第2位から第2位のエネルギー大国、産出国ということで、このエネルギーを今度ロシアに、ね、選挙を与えないということで、ゼレンスキーにね、騙されて、そして、エネルギーのロシアからの不買運動をね、不買運動、不買運動、売買からね、買運動をして、見事にセルフ制裁になってましてね、自分らがエネルギーを全部、買えない、高いエネルギーを買えないか、そして、ヨーロッパの経済がめちゃくちゃになって、そして今は中東もね、そのロシアに協力して、産油量をね、半減させてる。ということは、エネルギー不足になって、また高価なエネルギーになってる。ね、1バレル100ドル近くになって、ロシア産のガル原油っていうのは、ある程度ディスカウントをして売って60ドルぐらいということ。でね、まあ、買い取るんで、もちろん出てくるよということですよね。特に、このね、ウラル産原油っていうのは、ヨーロッパでも、ね、不買運動をやってるけども、何かここにね、中東の石油を混ぜたら、見事に偽装できて、そういう石油をイギリスとかね、もう買ってるということなんです。そしてね、噂の段階っていうか、まあ、新聞話が爆発してたんやけども、ゼレンスキーもディーゼルエンジンをロシアから、ね、格安で仕入れて、そして、その差額、エネルギー価格の差額、世界から調達した、エネルギーの、ね、価格、アメリカ、特にアメリカから、ね、調達したエネルギーの価格の差額を懐に入れてるというようなことをやってると、いうことで、このエネルギーをね、自分らで不買運動をして、とりあえず儲ける人たちは儲けてる。だから日本がね、ほんまにサハリンの権益をね、守ったっていうのはすっごいね、これは英断やったと思います。これなかったらもっと日本は物価高が起こってたと思う、ね。だからほんまに自由と民主主義を守るっていうような、こう、事前のスローガンでね、国境線を変えるなっていう時に、いくらでも今までね、二次世界大戦から、ね、変えられた国境線っていうのはあるんやから、ね、特にね、ユーゴスラビアなんかは、6つ、7つの国に分かれてますよね。ということなんですよね。コスボなんかはクリントン通りができてるぐらいやから、ね、それぐらい国境線、国も侮辱されてるんやから、ね、そういう自由と民主主義を守るっていう事前のイデオロギーで、日本はね、そのスローガンに騙されて、自らもそのセルフ制裁というかね、自らの首を絞めて一体何してるのかと思いますよね。これはちょっとね、このエネルギーの問題というのはこの先生の話がね、非常にためになったと思いますので、またこれも、ね、聞いてくださいね。必ずね、これ全部概要欄にリンクを貼っておきますので、ね、ぜひね、聞いていただいて、で次にね、このね、秋山信明先生かな、この先生は、やっぱり、
性も対処しなければいけないという、核軍縮の、ね、安全保障の専門家ということでね、ロシアの核の可能性、これまだこの4月ですからね、4月ですから、そういう核の可能性ということを専門的に、話して、講演です。で、そこでね、一番面白かったのが、このブダペスト覚書、ね、これってゼレンスキーもね、言ってるし、ね、よくよくその、新ウクライナとかウクライナを見方する人は、このブダペスト覚書の時に、中国、そして、ね、アメリカ、あるいはロシアがね、ゼレンそのウクライナの国家体制をね、核を放棄したら、体制を守るというような覚書はあったけど、それに裏切られた、ね、ロシアはひどいことをするよねという話だけど、あの時のブダペスト覚書の、本当の実情っていうのは、もうウクライナにあった核、ね、その時はもうウクライナも、ね、それ崩壊、国家崩壊して、プーチンによってソ連もね、それとかロシアもぐちゃぐちゃになったけど、ウクライナはそれ以上にね、オリガルヒが発行して、ぐちゃぐちゃになって、そういう核の管理もできず、ね、だからこのまま行くと、ね、その核兵器の安全管理装置自体もどうなるか分からないし、基本的にね、核のコントロールとその時からロシアがされたので、自由に使えなかった、という形でも、とりあえず引き取ってもらえたかったっていうのが実情というような話を、ね、してたんですよね。なんかそれが非常に、ね、面白かったし、やっぱり この先生の話も聞かれた方がいいと思うんだけども、まあ、そういうことでそういうね、現実過去の現実も無視して進行で今の現在の状態も、無視してただただくれればいいんですけど、絶対言わないわけです。